ほう、今夏の海外クラブの日本ツアー、すべての試合がガラガラなけん。ガラガラ。ワイ土曜日のスパーズ神戸見に行くんやが、絶対これよりガラガラだわ。当たり前。日本人おらんから客寄せは粉民だけやろ。ソシエダと比べてもトントンかそれいかよ。被災者発表の動員数は2861人、スタジアムのキャパ4万人。どう見ても半分も埋まってない。動員数水増ししてるな。遠藤のリバプール入りも伊藤のバイエルン入りもほとんど報道なかったからな。三笘も復帰試合なのにガラガラだった。3層観客なし、2層観客ほぼなし、1層ゴール裏はまあまあ観客いるが、他は前方列のみ。レアルソシエダも頭抱えてるやろ。集金ツアーに来て赤字て。三笘と久保ですらガラガラということは日本サッカーが全く人気ないことを意味する。まあ普通に金がないし平日ってのもあるし、代表戦とかは客が入ってるわけで。マンチェスターシティ VS バイエルン。国立競技場入場者数65,049人。これで完全に燃え尽きた感ある。一番ヤバいのはシュツットガルト。本当に申し訳ないことになりそう。